ミキヤくん愛してるギフトありがとうございます。ユンさん可愛いありがとうございます。こんばんは。ケンジさんお疲れギフトありがとうございます。こんばんは。メホゲナさんおめでとうありがとうございます。ミキヤくんおめでとうありがとうございます。ミーくんありがとうございます。ハットリさんありがとうありがとうございます。ありがとう顔なの。こんばんは。ありがとう顔。ミキヤくんありがとうありがとう。おめでとう。服部さん最高ありがとうございます。ちょっとフライング早めに始めてみました。準備ができたので。こんばんは。ライブ助かる。中さんありがとうございます。キノコなんかさっきファンデーション塗ったら思ったより茶色い。まあ言われんと気づかんか。後ろのはシールです。お化け。さっき頑張ってハロウィンの飾りを剥がしました。頑張って。さっきは七並べ対戦ありがとうって。あ、対戦したね。ありがとうございました。七並べ、七並べね、1時間したんですよ。さっき当たりました。私とそう、ハロウィン終了ということで当たりませんでした。やった？やってないとか言わないでよ。ルイさんポップコーンありがとうございます。あ、してました。よかった。当たりませんでした。してなかったですがとか言うかと思った。こんばんは。並べ放置なんで。ひとしさんポップコーンありがとうございます。こんばんは。あの制服はもらえないですよ。ひとしさんポップコーンありがとうございます。うどむさんおめでとうありがとうございます。おめでとうギフト。ゆうたぱっぱさんありがとうございます。お疲れ。こんばんは。ヤスルパンさんおめでとうギフトありがとうございます。そう、今日はね地元のお仕事だったんですよ。しかも今治警察署
どんちゃんポップコーンありがとうございます。X のポストの写真保存しようと思ったけど忘れた。間に合うよ。今からでも。地元公表して初めてのじゃん。確かに今治で。確かにどうなんだろう。あの見に来るやつではないんですよ。だから見に来るとかではないんですけど。うどもさんおめでとう、ありがとうございます。みきやくんありがとうございます。そう、見に来るやつじゃなくてコンビニの店員さんとの訓練って感じです。事件が起きた時の。コンビニの訓練。あの電子マネーを買いに来た方の対応とか、高額の電子マネー、あのカードです。10万円分のお願いしますみたいな方への注意喚起みたいなとか、カラーボールの訓練とか、そっち系です。ロボリンさん、クマありがとうございます。今ってそんな高額のカード販売されてるんだってね。あるらしい、10万とか。しかも詐欺被害が1億9000みたいな。1億9000万カラーボールね。私は投げる側ではなくて、私はあの見守る側です。コンビニのコンビニの方々の取り組みを見守る。キアンさんありがとうございます。1億9000はやばいと思って、そんなに詐欺ってあるんだと思って、日常的に。何事指導してあげればよかったのに。でもあれはもしそういう場にいたら、店員さんが忙しかったらお客さんが投げてもいいんかな。どうなんだ。ヤスルパンさんありがとうございます。こんばんは。そんなに騙される人がいることね。おじいちゃんおばあちゃんとか、そう、なんかの修理の請求とか、そんな感じで、だから騙されて払っちゃうです。架空の。こんばんは。でもね、ああやって高額のカードの購入は声掛けをしてくださるから、店員さんが。そこで防げるから、そう、安心。ちょっとちゃんと声掛けしてくださったら、おじいちゃんおばあちゃんが助かる。
パマ。高エビも詐欺メールで来てますからね。ね。10万円のギフトカード買ってこいっていうか、支払いを多分コンビニのギフトカードでできますみたいな感じなんかな。なんて言ってるかは知らんけど、お支払いをコンビニの売ってるカードでっていうのかな。電子マネーカード。あんま、iTunes ね、そう、そっち系ですね。こんばんは。婚詐欺。いろんな詐欺がありますからね、本当に。結婚して詐欺しないでください。詐欺じゃないけどね、引っかからないので。俺の嫁。まだ引っかかったことないって。ないですよね。そんな身近な感じではないですね、まだ。さすがに。自分で気づいちゃうよね。騙されてるんじゃねって。まだ。俺の嫁ギフト、ミキヤくん。俺の嫁と思って言ったら嫁じゃなかったっていう詐欺。結婚詐欺。こんばんは。のりさん、ポップコーンありがとうございます。うどむさん、おしじかかパンありがとうございます。嫁だけど嫁じゃなかった。詐欺には気をつけますね、本当に。ひちねさん、きのこありがとうございます。そうだよ、じいちゃんばあちゃんになったら簡単に引っかかってしまうかもしれないから。気をつけないとね。電話で若い人が出るとごまかしてくる。ああ、オレオレ詐欺系の電話かかったことある？1700
772。引っかかるほどのお金ありません。そんな、逆にじゃあ安全。こんばんは。ヤスルパンさん、タコありがとうございます。知らない電話着信拒否してる。ね、なんか調べたら怪しい電話を止めることができるみたいなありました。メールたくさん来ますね。メール、こんばんは。怪しい電話を事前に止めることができる。知らない電話番号は出ないね。でもミスに出ちゃうからね、じいちゃんばあちゃんって。ばあちゃんとか電話番号、私の電話番号とかも知らんけん、多分ミスに出てるからね。番号で判断してない。登録できるんですか、固定電話できるのか。理科って、こんばんは。何番ですかって、私の電話番号聞き出そうとしないでください。セブンのお茶じゃないです、これ。イエモン、ね、固定電話ですよ。私のじいちゃんばあちゃん携帯じゃないですもん。ちょっと充電しよう。よいしょ。充電スタート。だから今日めっちゃ寒くない？びっくり、本当に17度。ちょっと暖房つけたすぎるけど、まださすがに早いから耐えるんですけど、さすがに寒い。愛媛の方が寒いんかな。17だって。あ、暖房入れてる人いる。早っ。まだ入れちゃダメですよ。私はまだ耐えますよ。こんばんは。え、今日やっぱ寒いよね。昨日でも、昨日は知らんけど、広島におるとき22とかやった、おととい。昨日は温度計なかったけん。キチネさん、タコありがとうございます。一気に17でびっくり。
そうだ、イモース。イモースは同じ回が2回放送されるんだね。あ、月曜日にってことか。次は11月11日月曜日の26時半から27時で同じやつ、ナンバーワン、ナンバーワンとナンバーツー前編後編があるんですけど、そして14日が後編、18も後編です。そう、ポッキーの日です。だからまだ見れる。プレゼントのアンケートに個人情報を書く、あの雑誌とか。そう、音信不通になった時のやつです。オフショットもらおうかな、マネージャーさんから。あるかな。はい、ちょっと画面が固まったので直しました。よいしょ、ちょっと横向いてる。まあいいか。まあいいか。聞いてみよう。オフショット。イモーステレビの時のオフショット。オフ。髪の毛染めてないです。アンケート調査？ああ、あるある。アンケートに全部答えたら LINE ポイントとかもらえるとかあるよね。ポイント、ポイ活みたいな。よし、送った。そんなのに送ってるってこと？ね、全部答えたら何ポイントみたいな。髪の毛染めてないです。めっちゃ伸びてるくない？髪の毛。後ろ幽霊がいるよって。そうです、いるんです。
あ、髪の毛。そういえばここの家のライトはね、茶色くなるんですよね。多分髪の毛も目も服も壁のシミかと思った。お化けです、実は。ね、確かに後ろにお化けいるよって本当なことなかなかないよね。だいたい騙すときに使うやつ。いるんです。お化け、まあお化けやけん剥がさなくてもいいかなと思って。自分のスマホが汚れてるのかと思った。かわいそう、こんなキュートなお化けなのに。みんなに汚れだと思われちゃってる。お化けの上に汚れあるな。この壁はいろんなシールを貼りすぎてちょっと汚れてはいるんですけど、よいしょ、ハロウィンの名残です。え、そう、可愛いんですよ。めっちゃ可愛いよ。笑ってる、笑ってる。まあお化けだから剥がさなくてもいいかと思って。かわいい、ありがとうございます。お化け霊感強そうに見えるんですけどって。霊感強そうに見えるって何？見えないですね、お化け。見えないです。こんばんは。橋浜だったんですねってわかる？お化け見たことないですね。ないと思いたいです。それらしい現象は小さい頃はあったよ。小学生の頃は結構あったけど、もう中学生からは何もないですね。霊感なくなっちゃったかも。幽体離脱もないです、まだ。幽体離脱はしようと思わんとできんのじゃないかな。やり方があるらしいけどね、幽体離脱。ももさん、タコありがとうございます。金縛り、私ね、なったことないんですよ。意外でしょ。金縛りって結構みんななるじゃん。たまに離脱したくなりますって。どうしたんだい、そんなに病んでるのか。幽体離脱したら、
ゆうすけくんポップコーンありがとうございます。金縛り、優待離脱したらパワーワードね、離脱したいんだったら優待離脱したら、優待離脱してどっかに、どこかへ。水分不足、肌締まり、足がつることはあるけど水分不足で足つった。足縛りはないかな。夜中の足つったのはめっちゃ痛いです、本当に。どうしたらいいかわからなくなる。こんばんは。ミニマロンさん、キノコありがとうございます。ね、本当にもう治らんのかって思うぐらい本当に痛い。しばらくしたら治るけど、すごいよね。あれは何がどうなってるんだろう。筋がねじれたのか。猫さん、ポップコーンありがとうございます。足の指が変に曲がる。足がつったら、あんまり意識したことなかったな。なんかふくらはぎとかなんかつります。ね、足冷やしとったらつりやすいから、もう足冷やさないようにしよう。冷やしたらつるつる。痛くないって叫びは大丈夫です。分かった、いつも痛いって叫んでたから逆だったんだね。痛いって声出した方が楽になる気がするから一人で叫んでます。痛い、マジ痛い。叩いたり反対方向にひねったり、遠回しにもこもこ靴下欲しがってますって。でも私ね、靴下履いたまま寝れないんですよ、マジで。そわそわするので絶対靴下脱ぎたいんですよね。靴下履いて寝れない、本当に。わかる？でもおじいちゃんおばあちゃんとか結構履いて寝るくない？足が冷えるから。でも僕も靴下とかは履いて寝れないです、絶対脱いじゃう。脱いだ時も全然もう世界が違いすぎてびっくりする。おばあちゃん履いてるよね。靴下を何、脱いだ時に床に叩きつけるの好きって。そんなことしてるの？洗った時、補正になってるからな。ここは何かによるな。脱いだ時ならおかしいけど、洗った時ならまあ何の時だろうね。ペシッペシッ。まるまる剣ってことかな。靴下がまるまるかな。え、脱いだ時、脱いだ時床に叩きつける、あ、投げつけるってこと。へえ、変わってるね。脱いでペンペシッペシッ。そんな
ばんは。楽しい。でも私結構短い靴下履いてるからな、ペシペシできないかも。くるぶしぐらいの短い靴下なので、手に持つ部分ぐらいしかない。ペシペシできないわ、手に持ったらこんだけ。こんばんは。何のためにあるのね、変わった習慣だね。まああるんだろうね、人それぞれ。そういう変わったことやってるみたいな、無意識に自分のルーティーンの中で。人には理解されない。こんばんは。リカちゃんはありますかって、でも急に言われてもね、難しいよね。なんだろうな。朝になっても布団は自分の上ありますかって。ありますよ。暑かったら脱いでるけど、今の時期はある。一個あるけど配信では言えませんって。どんなことや。じゃあお話し会で。ルーティーンか、なんだろうな。靴下もペシペシしないし、でも靴下はね結構脱ぎっぱになりがちだから、靴下絶対家帰ったら脱ぐからね、行方不明になるよね。私がいつも靴下がないって言ってる。すぐ洗濯機入れます。すごい素晴らしいです。もうその辺に脱いでピッてなっちゃうので、裏返しにして洗濯機に入れる習慣がある。めんどくさくない？でも履くとき。冷蔵庫に洗濯、冷蔵庫に靴下用ネットを引くやばい、間違えすぎる。冷蔵庫に靴下、私もお家側はストにする。へえ、そっちの方がいいの？足に触れてる部分を洗うってこと？でもいろいろ踏んでる方を洗いたくない？前の足が汚いから。え、でも踏んでる方汚くない？靴下で歩いてたりしたら。まあ靴下なんて薄いから両方洗えますよ、普通に入れたら。ポン太郎さん、ポップコーンありがとうございます。脱いだら裏返しになる。あ、長かったらなるんかな。あんまならんかも。靴下薄いから中も外も。
今日めちゃくちゃ胸ゆき理科ですねってどういうこと？肌に触れるものは裏返しに、外に着るものはそのまま洗ってますって。へえ、結構めんどくさい人なんだね。こだわり強そう。大変。今日は胸ゆきりかです。こんばんは。前髪綺麗でしょ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 。前髪も頑丈ですからね。今日風が強かったから結構強めに固めて、でも崩れてない。めっちゃ風吹いてたんですよ外。前髪だけは崩れず。めっちゃ風強かった。髪の毛飛んでいくかと思った。エリックさん、ポップコーンギフトありがとうございます。右手を左胸にグーしてください。靴下裏返しにして洗濯したら長持ちする。へえ、そうなんだ。傷みづらいってことか、外側が。こんばんは。今日の服はリボンはついてないです。英語書いてる。なんて書いてるんだろう。チョコレート。ジーンズ裏返しする。へえ、私何も裏返しにしてないや。秋色です。秋カラーです。秋。秋です。秋カラーです。子供の頃裏返すと怒られてた。確かに私も縫えたらちゃんとね、直してからって入れてって干すときにね、裏返してたらそう、大変だから裏返しに脱ぐなって言われてた。私も言われてたね。しぐれさん、ポップコーンありがとうございます。制服は警察署で着たのって。そうです、そうです。こんちりって、こんちり。今日ちりばこんばんは。絶対間違ってるでしょ。こんちり。スリッパ出てないけど。
金曜日釣り場なんだね。こんちりーん。金曜日か、金曜日かあんまなかったな。ゆうちゃん風船ありがとうございます。ゆったパパさんありがとうございます。ポップコーン。今日の金曜ロードショーはよくわからんやつ、でも私のお父さんが好きだったやつだった、言ってた。これは何回も見て、何回も見てる。こんばんは。まだポスター届いていませんでした。あれ？おかしいな。まだなんかな。何回も見た映画ありますかって。そうね、めっちゃ多いのはあのトトロとか、トトロ、ポニョ、千と千尋、それはもうめっちゃ見てます。もう100回は超えてます。めちゃめちゃ見ました。その辺はめっちゃ見た。本当に毎週とか毎日とか週3とか。いいね。リアルキラキラカードも届きましたね。七並べやっと届いたか。結構かかったな。よかったです。七並べはね、今月も特典もありますので、ぜひ並べてください。私もたまにやってる。たまに結構やってる。たまに結構って、たまにめっちゃやってる。今日1時間やった。たまに結構やってるんです。一番見てた映画、なんだろう、まあ、ジブリを外したら寄生獣とか私結構好きでした。何回も見た。そう、たまにめっちゃやってる。今日1時間やりましたんで。たまにめっちゃやって、下駄箱余裕ありますよ。ウルフフフは1回しか見てないです、映画館で。当たりました。え、そう、私のファンの方結構当たったんですよ。だから、あ、こんなにやってるんだと思って、結構当たった。七並べです。七並べ、不意に七並べやってる。適当適当。特別防犯支援官様こんばんは。こんばんは。毎日はやってないね。並べ
警察のお仕事またありそうだね。ね、あったら嬉しいな。ゴールデンベッドタイム、そう、今日はゴールデンベッドタイム。でもこの前はゴールデンベッドタイムじゃない時にしてたよ。本当に気まぐれ。気まぐれゆきりかに当たってみてください。モップさん、かわいいギフトありがとうございます。新グッズ買いました？何買いました？新グッズ、制服です。通販も始まったのかな。キチネさん、タコありがとうございます。新グッズのおすすめはこのクリアポスターです。クリアポスターさ、毎回結構漏れてるかも。クリアポスター、歯出してない方がやっぱ漏れてるよね。でも歯出してって言われるから歯出すけど、歯出してない方が私好きなんだよね。クリアポスターだけ買ってない？マジ？まあ実用性を言ったらクリアポスターはどう使えばいいか分かんないけど、いい感じの写真です、クリアポスター。うん、ちょっと覗いてみるか。 STU48 グッズ、そうだね、現地で買えるから、現地に来る予定がある方は現地で買えます。送料あるんでね、ネットで買っちゃうと。ランダムアクリルカードが売り切れてる、超珍しいじゃん。なんで？ハロウィンのは売り切れてない。ランダムアクリルカード毎月出てて、今回の制服だけ売り切れてる、すごい。ランダムが売り切れるってなかなかです。ひらさん、ポップコーンありがとうございます。ハロウィングッズが残ってた。もうハロウィン終わったもんね。個別コースター、コースター、これジュースを置けるってこと？いいじゃん、家のコースターにしちゃおう。
あ、クリアポスターあと5枚。まあ現地で買えるんでね、送料かかるから現地で買うのが一番いいです。たけるくん最高、ありがとうございます。最高。絶対コースターとして使わん。わからん、キーホルダーとして普段つけてて、外出先でスタバとか買ってやばい水滴めっちゃ垂れるってなったら、キーホルダー外して机に置いてその上に置く。給料コースターです。ミキヤくんタコありがとうございます。まあ、コースター濡れてもさダメにならないから。イケちゃんの動く反復横跳びキーホルダーだって面白いじゃん、すごい。言いません、でも面白くない？すごいね、反復横跳びキーホルダーを作ろうっていうね、なったのがすごい。キーホルダー、うーん、まあぜひ今月のグッズは制服ですので、 JK 制服になってます。ランダムアクリルカードはありませんが、サンプルはこちら。そしてこれがクリアポスター。そしてこれは名前、な、値札じゃない、名札で、アクリルスタンドもあります。制服着てます。スクバ持ってます。スクールバッグ、スクバ。っていう4種類ありますので、ぜひ。アクスタの背景がメモ帳みたいになってて可愛いね。ノートだ、ノートノート。スカートの丈短くないです。膝上10センチ。今買おうか現地で買おうか悩む。現地来るんだったら現地で買ったらいいよ、送料かからんじゃん。まあ、並ばんというけんけん大変っちゃ大変だけど、やっぱ送料結構でかいので。いや、山口行きます。なら山口で。スカートが短いのではなく足が長いのですって。そうです、それはそうです。ポジティブポジティブ。確かに並んで買えなかったら本当にねショックだよね。STU のグッズ行って胸ゆくちゃんのこれでって言ってさ、ありませんみたいなことあるじゃん。並ぶ前に確認できたらいいよね、売り切れのやつ。大きな表があって、売り切れたやつはなんかソールドアウトシールとか、まあ、バツとかつけて。並ぶときはある？確認できる？でも確認できる表みたいなのないよね、どれが売り切れてるか。まあグッズが多すぎるけん無理なんか。こんばんは。
並んでみます、ね、まあツアーではあったらいいよね。こんばんは。目の前の人で売り切れてドヤ顔されたことありますって。あるあるだよね。それグッズじゃないけど食べ物とかである。焼き鳥食べてきました。いいね。いいね。金曜日。今日前髪綺麗すぎない？めっちゃいい感じすぎる。イエーイ。髪がかかった。いつも綺麗でもいつもよりいい感じする。前髪がいい感じ。ママさんかわいい、ありがとうございます。ミキヤくんありがとうございます。ママさんクマありがとうございます。スルパンさん似合う、ありがとうございます。ね、崩したくなさすぎる。これからお風呂だからさ、せっかく綺麗なのにしちゃうよ。こんばんは。まあ、このファンデーションめっちゃ茶色だな。自分的にはすごく気になるけど。あざみたいに見える。ティルティル。じゃーん、クリスマス仕様でーす。パフ。パンパランパンパンパランパン。オレンジじゃない、こっち塗ってない、この辺塗ってない、塗ってる。本来の色よりオレンジになる。明日プレゼント出しますって。クリスマスプレゼントですか？まだ早いか。クリスマスケーキ申し込んでないよ、決めれないまだね。こっち塗ってる、ほら茶色、塗ってない、白い。クリスマスプレゼントはまだ早すぎるよ。でも来栖さんポップコーンありがとうございます。コーラルピンクファンデーション、ライスさんもポップコーンありがとうございます。まだ11月頭ですから。ヌックレスとネックレスどっちがいい？じゃあヌックレスで。やあやあ、プレゼントを控えるのでなし？控えすぎじゃない？なしは控える。100から0じゃん。
ムックレスでお願いします。アクスタ通販で買いました。イエーイ、ありがとうございます。ヌックレスってなんだろうね。でもヌックレスかネックレスな、どっちがいいですかって言われたからヌックレスです。ね、ヌックレスというものを開発してください。作ればいいんだ。あったかくない服みたいな響き？嘘、ヌックレスってあったかそうじゃない？逆にあったかいなんかかと思った。くまさん、バラありがとうございます。ヌックレス、あったかく感じるね、マフラー的な、ネックウォーマー的な、これがヌックレスです。ね、何時まで配信しよう。モフモフな首は確かにネックレスのあったかいバージョン、ヌックレス、確かにそれだ。マサラのカレー、何マサラ。ドラゴンボールタイマー先週もさ、リアタイしてないよね。だから金曜早っ。あれ、つい最近さ、ドラゴンボールダイバーリアタイとかいう話したよね、配信で。もうあれから1週間なんだ。早すぎだ。つい最近その話したのに。こんばんは。湯気商戦の余韻、湯気商戦何曜だったっけ。土曜、日曜、日曜か。こんばんは。まだ生誕祭の余韻ありますって。あんまり生誕祭以降イベントに参加してないからじゃない。こんばんは。で足が痛くなってきた。わかるー。正座してない、なんか縮まってる。いや、ベッドの端っこの上なんですよ。縮まってる。足は伸ばしてないから縮こまってるの。だからちょっと縮こまってて。こんばんは。縮み。小さい。
リカちゃんのウィンクが見たくなったんですけどもらえますかって。なんでチリッパでウィンクの話題でも出たの。中さんポップコーンありがとうございます。巻きが取れちゃった。投げ中はしませんから。なんでそればっか投げる。けんけんぱんさんポップコーンありがとうございます。投げ中ちはしません。電気毛布は洗えるらしいです。メーカーは分かんなかったけど洗えるらしいので洗います。あの韓国のマグカップはリカちゃんとお揃いですか。いえ。服部さんウインクしてギフトありがとうございます。ちゃんとして。ちゃんとコメント見てるんだね。すごっ。服部さんウインクギフト投げてに反応してるじゃん。コメント止まってるから見てないんかと思ったら。見てすぐ反応してるの面白い。すごっ。返してください。だってキチネさんタコありがとうございます。服部さん投げ中うちはありがとうございます。誰が投げてもしませんけど残念ながら。ああ架空請求詐欺に遭ってるよ。ミキヤくんありがとうございます。ゆうたパパさんポップコーンありがとうございます。アイテレビのニュース見ました。見れた。イエーイ。お話し会でまあ言ったらしてあげてもいいですよ。でも忘れてるでしょきっと。言われたことないですもん。注意喚起してくださいって。ダメですよ。払えって言ってすぐ払っちゃダメです。気をつけてください。ヤスルパンさんウインクありがとうございます。お話し会にはギフトがないのでお願いできしませんって。なるほどね。直接は言わないタイプね。直接でも投げ中してくださいってさ、ね、言うかな。コマさんバラありがとうございます。ウドムさんウインクありがとうございます。終わり際にさあと3秒とかになったら最後に投げ中をお願いしますって言わなきゃいけない。コマさんウインクありがとうございます。いっぱい見れたじゃん。ウィンク見たいって言ってた方。画面に書いておきます。変わった人だなって思われる。
壁に。きっと忘れてるよ。大挙手に請求される。投げ治癒と書いていたので数十万円お支払いをお願いします。こんばんは。今すぐお支払いをお願いします。つけてください。それは詐欺です。こんばんは。カラーボール、カラーボールはでも投げれんくない？相手にそういうのって電話とかで言ってくるけん。カラーボールはあれですよ、強盗とか。こんばんは。スキヤでしか見たことないカラーボール、マジコンビニにありますよ。オレンジの。小学生の頃からカラーボール把握してた。あ、ここにあるって。犯人が逃げそうになったらあれを投げるって教わってた、小学校の時。誰でもいいからとりあえず投げるみたいな。でもあれは体を狙うと、あの服だと柔らかくて割れないらしいから、足元の床を狙うらしいです。足元の床で、それで飛び散ったやつで、そう、足元の床割れないらしい体だと。だから床で割れたやつの飛んだやつをつけるみたいな。だから体狙っちゃ当たら割れないので。ですです。当たらない可能性とかむずいよね。確かに床の方がいいね。人狙うの結構むずいよね、走って逃げる人。地面に投げて割ってもう飛んだやつ、よく知ってるなって。今日訓練したので、目の前で。私は投げてはないですけど見てました。ああ、入り口のドアに投げて割ってってことか。確かにドアのところでいければね。カラーボール投げたことないですよ。そんな日常的に起こることではないですからね。遭遇しない方がいいんですよ、できればそんな場面に。そんなことなかなか起きないからね。愛媛は西と東で全然違いますって言われたけど本当ですかって。何が違うんだろう。言葉の訛りとかかな。
唐揚げ、お弁当屋さんに強盗が入った時は唐揚げ投げましたかって、何も面白くないんだけど。ミキアクアゲイン。救急車呼んだこと3回ある。へえ、意外と私はでもそういう場面に遭遇したことないですね。誰かを助けなきゃいけないみたいな、引きこもってるからかな。こんばんは。笑いに厳しいって唐揚げ。サイさんバラありがとうございます。一回だけ乗ったことある、やばいじゃん。私まだ乗ったことないですよ。付き添いもないですし。呼んだことある。へえ、防犯グッズ、防犯グッズ。でもヘルメットはありますよ私家に。防犯グッズ、防犯ブザーとかが。防犯グッズって何がある。身を守る。ヘルメット何の役に立つ。頭を守るんです、敵から。頭割られないために。とりあえず頭を守っとけば。ピコピコハンマーはないです。叩いてかぶってじゃんけんポンと。こんばんは。トイレ防災グッズじゃないです。防犯グッズ、防犯ね。私が言ってるの防犯混ざってる。マツさんポップコーンありがとうございます。ね、だ防犯でもヘルメット使えそうじゃない。頭大事じゃん。防犯何されるか分かんないから、なんだろうな、何がいいんだろう。防犯ブザーしかないです、未開封の。ね、だって突き飛ばされても頭守れるじゃん。ね、頭打って血流すとか、ね、階段で突き落とされても。ヘルメット結構大事。仮股で歩く、なるほどね、そっち系ね。でもたまにするかも、夜危ない道とかを歩く、夜暗い時変な歩き方したりする。夜のコンビニとか誰も近寄ってこないように、なんか変な歩き方します。オーバーガニ股分かるってする必要ないですよ絶対。あなたはこんばんは。高めの声で早く話そう。え、それがいいの？
通に歩いてください。だってさ、誰もだから近寄ってこないように変な歩きするんですよ。そう、防犯です。誰も近寄ってこないじゃん、変な人やなって多分思われるから。電話してるふり、できるかな。まあ耳に添えるだけでいいんか、喋らんくても会話なくなりそうって思ったけど、喋らんくていいんか。にゃ、イヤホン忘れた時のショールーム聞いてればいいやんって。それこうやろ、絶対こうするやつや。確かに電話するふり安全かもな。前もやりますカラオケで音楽聴くときのやつ。うるさいカラオケの中で。ヌンチャク。ドラゴンボール始まってる。48分。48分。眠たくなりましたね。そういや、サイン入りポスター今日届いた。届きました。やったねー、あったりー。しっかり寝ましょう。寝ます、寝ます、寝ます。すやー、あれ何枚あるんですか。5枚です。5。もう3人ぐらい報告を聞いたよね。3人だっけ。5人です。バーベキューは私を入れて5人なので5人です。今日も終わるね、あと10分です。もうお化けが壁の汚れにしか見えない。外そうかな。メタロノーム。寂しい？じゃあ終わろっかな。お化けいますよ。
明日は何匹になっているかなって。増やすことはできない気する。増やせるんかな。これからお風呂です。お風呂あったまろ。本当に寒いから。なんやかんや次の夏までいてほしい。お化け、確かにお化けといえば夏だもんね。もっと増やさなきゃ。クリスマスはまだ気が早いね。あっ、熱々のお湯でもう体のそこから温まって暖房なしで寝れるように。いや、こういうシールはシール帳に貼らない。シール帳はなんか立体的なシールを集めたいんですよね。あれはお風呂で寝ないように。私お風呂で 寝たことないです。こんばんは。ごゆっくり。はい、あと7分。そう、42度です。でも42度結構暑いよね。でもまあ暑ってぐらいのね、熱いお風呂に入らんとすぐ寒くなるから。41、ほぼ同じだね。私42、42かなり暑いですよ本当に。でもそれぐらいのを入って温まる。 42.195 ってそんな細かく出るお風呂ある？小数点。妹子テレビ見た？どうだった？まだ後半もあるので。妹子テレビあれ前半なので後半もぜひ見てください。マラソンの距離か。可愛かったですって。見てないでしょあなたは。シャワー42度です。熱め。泥もなんか作ってた。そう、うまかったでしょ。才能あるかも。ミキヤくんかわいい。ありがとうございます。そう、 いっぱい泥触ったんで小学生ぶりです。泥で何かを作ったの。録画した？おお、すごい。録画したのすごい。バーン。泥団子じゃないです。泥団子じゃない。私が作ったものは。まあそれは見てください。気になる。そう、家かもしれないよ。無人島で住む家かもしれないし。水運び本当に何キロもする水を、何キロもする水を持って階段をめちゃくちゃ上がったり、運動運動。そんなことであと4分になりました。そろそろ終わりです。
2分前ぐらいになったら団長読もう。アンコール、アンコらないです。おやすみなさい。まだ早いです。まあ読んどくか。13位、アキアンさん。12位、ロボリンさん。11位、つばさほしいさん。10位、キチレさん。9位、KM さん。8位、ペホゲナさん。7位、ユータパパさん。6位、ヤスルパンさん。5位、モマさん。4位、タケルくん。3位、ハットリさん。2位、ミキヤくん。1位、ウガムさん。ありがとうございました。出張から帰ってきたのでようやく配信の音が聞けました。おかえり、出張。カズさん、ポップコーンありがとうございます。ということで、あと2分。目のアップの限界やだ。部屋の中見ようとしてるでしょ。おやすみなさい。よく寝られそう。よかった。それは土日ですからね、明日。はい、おやすみなさーい。あ、仕事なんかいい。何時起き？みんな何時起きなの？おやすみなさーい。夜勤か。じゃあ仕事中じゃん絶対今。5時半、早ー。早く寝て。それは今から寝れば5時間半寝れる。5時間は寝たいよね。あ、5時半多いな、すごい。4時、5時間は寝たいです。明日はお休みなのでって。じゃあゆっくりしてください。目覚ましなしいいよね。目覚ましかけずに寝たいもん、本当に。目覚ましなしで寝れるのは一番いいですね。みんな早起きすぎるよね。なのに夜更かし、0時まで起きてる。ということで、あと30秒。おやすみ、おやすみなさーい。まったねー。また明日でーす。おやすみー。